皆さんどうもこんにちは、白本と申します。本日より初実況でをさせていただきます。で、初実況はジャムサンポイドさんのアストライアです。サムネを見て絵が綺麗でやりてえって思ったからやろうと思いました。で、最初ちょっとオープニング流れるんで黙ります。というわけでやっていきましょう。十字キーで移動で X で、メニュー画面ですね、セーブしておきましょう。さっきちょっと実験で動かしたんでね、斜め移動もできます。で、なんか一応お話的にはなんかこの魔獣みたいなのが高いところにとりあえず行くっていう。でもフリーホラーゲーム、なんかちょっとホラー入ってるって感じだから、まあ楽しみです。ここはちょっとさっき見たんで大丈夫です。一応マルチエンディング式なんですが、ネタバレとかねあるから、自分は多分1個しかエンディングやらへんから、あとは自分で見てくださいみたいな。崖と森、森子か来た道戻るんかいってないやだってほら、一応な、ほら自分 RPG とかやっても大体、でもこっち行けへんよな。行けへんかRPG とかでも、某ゲームやったら樽を全部壊したりさ、多分分かる人やったら分かると思うけど、結構探索好きやにゃん。じゃ崖の方行きましょうか。こっち崖でやってるよな、崖。さて、崖要素は一つもないけどね、今んとこ。この先崖あるんかな。あ、広い、開けた。館やん。こんな塔あったら塔か館じゃないのか。まあじゃあこの塔入っていきましょうか。あ、まあ雨に濡れるのも嫌ですしね。こっちから入れるとか入れへんか。なんか見えない。このなんか、もう怖いわ、嫌やわ。これとどうぞ。こっちなんかこっち行けへん、こっち。行けねえっぽいね。入るしかな、そうやね。さっき あれかな、風の横でなんか立て付けが良くなったんだな。入ってみましょうか。さて、独房みたいな感じのところですね。いやいや、あかへんやん、もう。なんかでもこの獣強そうやからな、怪物とか襲ってくるの全部食べそうやけどな。読みましょう。ここは彼のユートピア、上は彼のディストピア。それでも彼を解放するのなら、そこの聖水が誘うだろう。これ聖水？紐で縛られた、くくられたな。透明の瓶のペンダントだ。中に綺麗な水が入っている。持っていきましょう。いや、これ出れへんから、どっか出れるとこあるんかな。なさそうやな。実はなんかもう一回出たら出れるとか、立て付けがまた良くなって。扉は？うん、さっき外出たのにね。こっちはまた戻ったら？あ、こっちか。まあまあまあ。まあこれで2階に行けるんですね、多分。さあ2階に上がってきました。セーブしときましょう。間違い探し。左の部屋と、じゃあこの部屋入るのか。あ、鍵かかってる。で、どっちの部屋、クラピカ理論で右からやな見たことないけどね。あれ、綺麗なベッドがある。探ってみましょう。熊のぬいぐるみゲット。ここはマッチ。あ、しまった。
何も入ってない、花飾られてる、熊のぬいぐるみ、花が飾られている、ナイフとフォーク、赤い果実がたくさん入れられている、人形が飾られている、床に固定されている観葉植物が3つ、植木鉢、3時から動いていない時計、食品しまれている、こんなもんか。こっちでなんかこの辺とかなんか無理、んー、これはちょっとまだ置いとこう。変になんか間違い探して、もしかしたらこっちの部屋と左の部屋が一緒なんかな。一緒っぽいな。まあとりあえずここ光ってるか、ここから撮っていきましょう。図鑑や童話や図鑑などが綺麗にしまわれている。本人の間に読みましょう。約束ごと、走らないこと、本棚は綺麗にすること。マンモンさん、この館の所有者かな。マンモンさん以外の人はこの部屋で火をつけないこと。マンモンさんの言うことは聞くこと。はい、つまりこの部屋で火つけたらダメなんですね。追っていきましょう。この辺は何も入ってない、何も入ってない。さっきここ熊のぬいぐるみ向こうあったような、間違い探して、もしかしてそういうこと。お、置ける、置けた。はい、でさっき確かベッドの下にも何か、ベッドの下も何もないか、この辺とか何もないかな。赤い果実も何も食べれない、人形飾られてない、固定されてて、固定、これは向こうも3時か。はい、となると、待って待って、机、こっちがコップ3つ、フォーク2つ、なんか関係あるかな、分からんけど。こっちフォーク3つあって、向こうはろうそくついてなかったね。消しときますか、一回。ほい、向こうはフォーク3つあったから、フォーク、さっきゲットしたような、フォーク、これやな、セーブしときましょう。フォーク持っていけば、置いたらいいかな、間違い探しちゃったら。で、向こうの火消したから、こっちはでも消したままでいいやろ。置きます。これであと何が違う、椅子の数とかかな、椅子の数かな。こっち4つ、向こうはね、今の状態あかへん、あかへんか。2つ、向こうは4つあったな、4つやったっけ、ここやったっけ、あれ、確認、こっちが3時と6時の方向にあって、こっちが4つある。4つもあんのか。はい。あ、何これ、何もしない。こっちで。はい。で、これで3つ3つってことか。これで向こうに置きに行ったら、そう言ったら、あ、どっかで扉の開く音がしたと。で、ここが開いたかな。はい。と、なんか人おるね。じゃあ今日はこの辺で一旦終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。